寒くてマフラーを解禁した藤原です。今日もビットコイン、リップル、ネム、そしてヤーンファイナンスのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株、そして社会経済の話を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、まずね、最近ご質問いろいろいただくんですけど、メンバーシップに入り方がわかりませんと、入りたいけど入りませんっていう声が多いんですけど、ちょっとね、私もなんでそういうの質問があるのかちょっとよくわかんないですけど、一つはね、多分 YouTube アプリを使ってる時に、とか YouTube アプリを使ってない人なんじゃないかなと思うんですよ。YouTube アプリ使ってたら、基本的に Google のアカウントでログインをするので、そのログインできている状態なのであれば、チャンネルのタイトルのところに、ね、青字でメンバーになるって書いてあるんですよね。で、そこをタップすれば、メンバーシップになることができます。で、クレジットカードの登録とかもあるんですけど、基本的に多分 YouTube アプリで Google のアカウントでログインできてる方は、普通にメンバーになれると思うんですけど、他のブラウザで見てる、例えば Chrome で見てたり、インターネットエクスプローラーとかで見てるとかね、今だとまあ、インターネット、エッジとかですかね、そういう別のブラウザで見てる人はもしかしたらなれないかもしれないです。なんでメンバー入りたい人は、その辺ちょっとね、よく確認していただいて、Google のアカウントでまずログインする必要がありますよと。で、クレジットカードを登録する必要がありますよってことをちょっと確認してやってください。で、それでももしどうしてもできなかったら、この動画の説明欄に私のね、LINE 公式アカウントがあります。で、そちらの方に、メンバー用のね、登録の URL を送りますので、そこから登録をしてみてください。はい、今日もね、藤間大学の方では引き続き、お金がたまらない人シリーズをやってます。今回は、お金がたまらない人の特徴パート7ということで、今回は〇〇がない人という人、なんかめっちゃ噛んじゃったけど、〇〇がない人という、動画を配信しております。はい、今日もね、仮想通貨ニュースを読み上げてから、ヤーンファイナンス、ネム、そしてリップル、ビットコインという順番でチャート分析をしていきたいと思います。はい、今日はね、ビットコインのニュースですね。コインポストからの記事で、仮想通貨ビットコイン購入目的のファンド150億円を調達ってことでした。アメリカの投資企業のニューヨークデジタルインベスメントグループというね、NYDIG という会社が、2つの仮想通貨関連ファンドで計150億円を調達したことが分かりましたということです。証券取引委員会に提出された書類によると、ビットコインのみに投資するファンド1っていうのが、投資家から、50億円を調達していますと。で、ファンド2は一つのクライアント、投資家から100億円を調達しているということで、つまりそのお金を調達して、ビットコインとかに投資をすることによって、そのファンドのね、資産を上げて、それをまあ調達した投資家にまあ返すということをまあやるわけです。お金を借りて、で、ビットコインで運用して、それが増えたら、元々借りてたお金を返すということをまあこの投資企業をやろうとしているわけですね。ということで、まあ、引き続き、やっぱりね、機関投資家の、ビットコインの、購入っていうのは、続いてますので、まあ、結構これもいいニュースだったかなと思います。多分今から、まあ、いろいろな上場企業がね、ビットコイン買いましたっていうニュースもあったし、こういう機関投資家が、ビットコイン投資するみたいな話も、いっぱいあると思いますので、まあ、そうなってくると、やっぱりビットコインの価格が上がりやすいので、仮想通貨全体のね、価格が上がりやすくなる市場が来るかなと。やっぱり本格的なバブルは2011年なのかなというふうに思っております。はい、この記事がプラスマイナス10でどれぐらいかというと、プラス5としたいと思います。はい、ではね、早速ね、ヤーンファイナンスからチャート分析していきたいと思います。ヤーンファイナンスね、数日前にね、チャート分析しましたけども、私も買いました。220万ぐらいで買いました。そしたらね、めちゃくちゃ上がりましたね。30% 以上上がりました。いい感じの含み益です。前取ってたとこは、多分この辺だったと思うんですけど、ここかな、ここで、このね、三尊天井が、夏にあって暴落してきて、ここがね、450万円ですよ。で、ここが、70万円。なんで、かなり暴落したんですけど、その後、このね、三尊天井のネックラインである、200万円ぐらいのところを超えてきました。で、超えてきた後に、下髭つけて一旦、
200万切るぐらいのところ、180万ぐらい落ちるんですけど、リバってきたので、ここのね、ネックラインが効いてるんじゃないかなっていう話をしてきていて、ちょうどこの下髭つけた、その後ぐらいに私が220万円で買ったら、もう今ね、300万までいってます。なので、含み益がね、30%とか、いってます。この、たった1週間ぐらいでね、30% ぐらいですよ。結構いい感じですね。で、どこまで狙うかっていうと、やっぱり450万円ぐらいまで一旦上げてくるんじゃないかなと思います。まあ、ヤンファイナンスはね、ディファイ銘柄でもあるし、結構ね、人気があるし、注目されている銘柄になるので、結構ね、ファンダ的にも上昇強いかなと思ってますね。これ、三尊天井があるんですけど、まあ、ここのトップぐらいまでは一旦上げてくるかなと思いますので、まあ、400万超えるぐらいのところまで持って、利確しようかなと思います。そうしたら、ちょうどね、100% ぐらい、2倍ぐらいの利益確定ができるので、いいかなと思ってます。もし、ま、ヤンファイナンス買いたい人は、これ、バイナンスで買えますので、この動画説明欄にバイナンスのリンクを送ってますので、バイナンス登録してみて、買ってみてください。まあ、今買うのでもいいし、もうちょっと一旦押し目作ってから、まあ、例えば今250万まではもう落ちないかな。260万とか270万ぐらい押し目作る場面があったらそこで買ってもいいかなと思います。まあ、今買ってガチをして、この辺の400万以上ぐらいのところまで持っていくのもいいかなというふうに思ってます。チャート的にはね、上昇の1波、2波、で3波が来て、4波が来て、5波みたいになって、この450万ぐらいのところに抜いてくるチャートになるんじゃないかなというふうに思って見てます。はい、ヤンファイナンスのチャート分析でした。で、ネームですね。ネームね、数日前にね、そろそろ発射するんじゃないかみたいなね、ツイートもしてたし、動画も出してたんですけど、今日ね、結構爆上げしましたね。ネームは、こういうね、アセンディングトライアングルを見ていて、ここがね、一定だったんですね。20円ぐらいのところが一定で、レジスタンスされていて、で、その後、下髭何回かつけてるんですけど、ここでタッチ、タッチ、タッチって形なんですけど、下には切り上げてるので、こういうアセンディングトライアングルになってますという話をしました。で、アセンディングトライアングルのセオリーは上抜けなので、今週か来週の頭ぐらいにかけて、上か下かで結論つくよって話したら、もう上げてきてしまっていて、今がね、22円ぐらいを推移してます。この間の高値の22円超えてきて、一時期23円まで上げました。で、ここ抜けてるので、まあ、例えば今から落ちてきても、この20円ぐらいのところで買い出しされるのかなと思ってます。だからまあ、買えてない人は、まあ、20円ぐらいで一旦買っといてもいいのかもしれないかなと思いますけど、まあ、多分私のチャンネル昔から見ていてる方は、この辺のね、価格、まあ、安い人だと6円ぐらいから買えてる人もいると思いますし、この間一旦9円ぐらいまで落ちたところで買ってる人もいると思いますので、ここかな？この9円ぐらいで買った人もいると思うので、まあ、引き続きガッチをして、スナップショットしてシンボルトークンをもらうというのがいいのかなと。いうふうに思ってます。まあ、あと1ヶ月半ぐらいになりましたけど、そのままガチョウでいいかなと思います。で、引き続き、上昇の幅としては50円ぐらいまでは見ておきたいかなと思って見てます。なんかね、私の、YouTube のところのコメント欄に、もうすぐ跳ねますよとかね、50円ぐらい飛びますよって言っていただいている視聴者さんもいるんですけど、まあ、私もね、50円ぐらいだったら飛ぶかなと思って見てるので、ここのね、2018年の高値、ここら辺までは現実的にこういうおわん型のチャートしてきて飛んでくるかなというふうに思ってみてます。はい、ネームは以上ですね。じゃあ、リップルです。リップルが今は取ってる段階で65円を推移してます。リップルはね、横横ですね。かなり横横しちゃってるので、これが4時間足のね、ビットバンクのチャートになります。ただ引き続き、三角持ち合いなんで、まあ上にか下にかちょっとわからない状態ということになってますね。まあ、あまり、値動きのない退屈な状態ですね。値動きなくなってきてるので、ここがだんだんこうずっと横横してくると、そのうちバインってね、上か下かに跳ねるかなと思って見てます。まあ、チャート形状的には悪くなくて、急上昇からの暴落、そして、まあ、やっぱこれを素直に見ると、一旦落ちそうにも見えるし、やっぱこのまま上げそうにも見える。どっちとも取れるんですよね。なんとも言えないんですけど、まあ私もこの間64円でこれ落ちた時に買ってしまいましたので、まあ上がる方に期待したいなと思ってます。で、もし落ちてくるのであれば、52円のところ、52円ってところは過去に結構ずっとね、サポートされたところになりますので、そこが意識されるのと、この間のね、一旦、押し目作ったところが、48円、ここですね。ここが48円。で、この辺でレジスタンスになってたので、48円は。この辺も買い間になってくるかなと思ってます。一旦落ちてからの下。で、さらに落ちてくるとすると、34円まで見ていいんですけど、もうスパークトークンの付与までね、もうあと10日ぐらいになってきたので、10日もないのか。今もう今日、3日ですので、あと9日ですよね。9日なので、もう基本的には上げていく方向に向かうんじゃないかなと思ってます。
まあ、希望も込めて7対3で7でこの三角持ちは上かなと思って見てます。で、上げてくるのであれば、105円ぐらいのところまで上げてきてほしいなと思ってます。なんかね、私がね、やたら105万って言ってしまってるみたいなんで、それでちょっと盛り上がったりするんですけど、市長さんがね。105円とか、110円とか、それぐらいは上がってくるんじゃないかなと思ってます。2017年のバブルが終わった後の、ここか。18年の頭ぐらいの時に52円までつけて、105円まで跳ねたここがありますし、もうちょっと手前だと120円ぐらいのところもあります。なんでその辺ところ100円ぐらいから120円ぐらいのところまで次狙ってもいけるかなと思ってます。リップルはね、上げてきたらかなり強い上昇してくる通貨なので、まあ、これ見たらわかると思うんですけど、恐ろしいですよね、この上げ方。なので、まあ、結構、期待していいかなと思って見てます。で、スパークトークンの、国内取引所の対応がまだ決まってないので、私も悩ましいんですけど、そうですね。だからあと2日ぐらい経って、もういよいよスパークのローンチまで1週間ぐらいになってきたら、もう国内取引所は諦めて、ボレットで、スパークのね、オプトインをする方法についてちょっと動画を作っていこうかなというふうに思ってます。私もそんなに詳しくないんですけど、それをまあ、教えてくださってる人もいたので、ちょっとそういうの参考にしながら、ちょっと私もね、オプトインをね、今週の土日とかにちょっとやってみようかなというふうに思ってます。はい。ただ、希望としては国内の取引所、特にそのビットバンク、まあ私これ今チャート見せてるのもこれビットバンクですけど、ビットバンクはね、リップの取引量が多い、ところなので、ぜひビットバンクあたりに、オプトインの対応やってほしいなというふうに思ってるんですけど、なかなか交渉がね、うまくいってないようなね、ニュースも流れてきてるので、ウォレットでやるっていう選択肢もちょっと考えておかないといけないのかなというふうに思っております。はい。じゃあ次ビットコインですね。ビットコインが今200万円ジャストぐらい推移してます。ビットコインもね、軟調な動きが続いてまして、まあ、基本的に横横なんですね。これビットバンクの4時間足なんですけど、昨日の夜からあまり動きないです、はっきり言って。この辺でもうようよしてます。200万ぐらいから198万円ぐらいのところでうようよしてる状態なんで、今ね、ロングもショートも溜まってきてギューっとなってるんで、どっちかバインって跳ねる感じもするんですよね。ただ、ビットコインの場合は、この平行チャンネルが相当効いてるようなので、こっから爆上げして240万ぐらいまで上げるようにはちょっと見えないんですよね。っていうのも平行チャンネルのセオリーは基本的に下抜けなので、やっぱりどっちかっていうとどっちかいつかね、下に落ちてくる方も考えたいかなと、いうふうに思ってるんですよね。一旦下に抜けないと今度強い上昇もないのかなっていうふうに思ってますので、あんまり今からロング取りたい場面ではないです。ロングするとしても、この上限ぐらいのところ、210万とかぐらいまでしかも取れないので、まあ、そんなに美味しくはなかったりするんですよね。かといって下は結構空いてるので、20万ぐらい空いてるので、リスクリワード的には今あまりロングすると、結構ね、爆損する可能性がありますので、私はちょっと動かないかなと思ってます。むしろ、この上限タッチもう一回210万ぐらいつけてきたら、2万ドル ?2 万200ドルとか、それぐらいのところまでつけたら逆にショート入りたいかなっていうふうに思っています。逆に下がってきて、180万、185万ぐらい下げてきたら、一旦そこで反発サインがあるんだったらロングしたいかなと思ってますが、これ割れてくる可能性もそろそろありますので、もうこのチャンネルも結構長いのでね。11月の頭ぐらいから1ヶ月ぐらい続いてるチャンネルなので、そろそろ割れてきてもおかしくないので、ちょっと落ちる可能性も、まあ考慮しておかなきゃいけないかなというふうに思ってます。落ちるんだったら、やっぱ100、さっき言ってたその、この平行チャンネルの上限タッチの、下限タッチの185万で少し買うのと、やっぱ150万ぐらいのところまでは見たいかなと思ってます。150万のところが2019年高値なので、そこがサポレジ転換を起こして、またそこまで、ここね、150万ですけど、ここなんですけど、ここぐらいまで落ちてくる可能性はあるかなと思ってます。だから週足だとこれだけ強い陽線なのでね、結構ね、やっぱ落ちてきたら半端ないと思うんですよね。どん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 ね、ロング勢の、損切り、ロスカット、そういうのを巻き込んで一気に落ちてくるような下落があってもおかしくないかな、というふうには見てます。そうですね、ちょっとあんまり今 FX でロングしたい場面じゃないので、やっぱり一旦落ちてきたりとか、はっきりトレンドが出るのは待ちたいかな、という相場、になっております。はい、そういう形で今日もチャンネルじゃない、チャート分析をしてみました。
今日のお話が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、ビットバンクとコインチェック。ビットバンクはすべてのコインで差し値取引ができるというのと、手数料がとても安いので絶対に登録しておいた方がいいと思います。そしてコインチェックは、日本の取引所の中で最も取り扱いコインが多いというのと、NEM のシンボルの、オプトインの対応を表明しているので、絶対に登録しておいた方がいいと思います。そして、日本の取引所にはないマイナーなコインもトレードしてみたいという方は、バイナンスがおすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方は、バイビットとオーバービットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。藤村でした。また明日。この動画の説明欄、またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。